皆さんこんにちは。今回は恐ろしすぎる事故で亡くなった芸能人、有名人を28名紹介します。衝撃的な事故で亡くなった芸能人、有名人を紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。太地喜和子さんは女優として様々なドラマや映画に出演し、喜怒哀楽の感情が全身から溢れてくる女優だと評価されていました。そんな太地喜和子さんですが、1992年10月13日突然の事故により亡くなってしまいます。この時太地さんは舞台東尋奥地の公演のため訪れていた伊東市で、文学座の2人の後輩俳優を連れて飲みに出ていました。太地さんは2軒目に訪れたスナックのママと話しているうちに、お互い出身地が同じだということに気がつき意気投合。その後太地さんは海が見たいと言い出したので、仲良くなったスナックのママは太地さんのため車を出し、一緒に海を見に出かけました。この時車に乗っていたのは太地さんと後輩俳優の2人、そして運転手のスナックのママでした。一通り海を見て帰ろうと思い方向転換しようとした時、ママの運転ミスにより車ごと海に転落。この時時間は深夜2時頃であり、視界が悪かったためこのような運転ミスをしてしまったのかもしれません。その後運転手のママと後輩俳優の2人は無事に救出されましたが、残念ながら太地さんだけ海の中に沈む車の中で発見され亡くなっていました。しかし驚くべきは、太地さんがこの時演じていた東尋奥地の主人公とこの事故には奇妙な一致があったことです。太地さんが演じていた斎藤吉は実在した女性であり、彼女は最後海に身投げをして亡くなってしまうというものなのですが、なんと彼女は太地さんと同じ48歳で亡くなっており、その日付も太地さんが亡くなった10月13日とぴったり同日でありました。このあまりにも奇妙な一致は当時大きな話題となりましたが、果たしてこの事故は本当に偶然に起きたことだったのでしょうか。影山民夫さんは小説家、放送作家として活躍、クイズダービーやタモリクラブなど数多くの番組の構成を担当し、多い時には週12本を掛け持つほどに大活躍されていました。そんな影山さんですが、1998年1月26日の深夜、自宅である趣味をしていたことがきっかけで亡くなってしまいます。それはなんとプラモデル制作でありました。この日影山さんは自宅でプラモデル制作をしていたのですが、影山さんが吸っていたタバコの火が制作に使われていた接着剤から気化したガスに引火、自宅の3階から火が燃え上がり、駆けつけたレスキュー隊員によって影山さんは病院に運ばれましたが、一酸化炭素中毒で享年50歳という若さで亡くなりました。運ばれた影山さんの体には火傷の跡などは少なかったそうですが、一酸化炭素中毒で高濃度のものを吸い意識がなくなってしまった可能性が高いと言えます。このような事故は珍しく稀に見るほどのことだそうですが、まだまだご活躍が期待されていただけに世間では大きなショックを与えました。横井軍平さんは1941年生まれのゲームクリエイターであり、任天堂開発第一部部長としてゲーム&ウォッチやゲームボーイを開発、ゲーム業界に多大な貢献を行ったことから携帯ゲームの父とも呼ばれていました。そんな横井さんは任天堂64の発表会に出席した後任天堂を退社、その後自分のやりたい商品開発を目指し独立するのですが、そのわずか1年後に56歳という若さでこの世を去ってしまいます。亡くなった原因は交通事故であり、横井さんは知人が運転する車に乗り石川県の高速道路を走っていたのですが、運転ミスで自身の車が前方を走っていた軽トラックに追突、そのまま2台の車は停車したのですが、追突された軽トラックが動かなくなってしまったため、横井さんはその軽トラックを安全な場所に移動させようと車から降りたそうです。しかしその瞬間、後方から走ってきた車に横井さんは跳ねられ、56歳という若さで亡くなってしまいました。この訃報は横井さんが独立し、これから様々なゲームが開発されると期待されていただけに、ゲーム業界に大きなショックを与えました。改めて高速道路は危険だということを思い知らされますが、もし横井さんがこの事故で亡くなっていなければ、さらなる名作ゲームがたくさん生まれていたかもしれませんね。金井豊
金井豊さんは1959年生まれのマラソン選手であり、1979年には早稲田大学に入学し、エースとして箱根駅伝などで活躍。卒業後は SB 食品に入社し、社会人ランナーになると、1984年にはロサンゼルスオリンピック男子1万メートルに出場し、7位入賞の快挙を成し遂げています。そんな金井さんは、1990年の8月に大学生たちと一緒に北海道で合同合宿を2週間するのですが、その合宿の最終日、金井さんに悲劇が襲います。この日、合宿に参加していた選手たちは練習が終わり、ワゴン車で空港へ向かっていたのですが、乗っていたワゴン車が対向車線にはみ出してしまい、前方から走ってきたトラックと衝突。その瞬間、なんとワゴン車は乗客を乗せたまま道路の下に真っ逆さまに転落してしまいました。転落したワゴン車は大破し、金井さんを含む選手とコーチの4人、そして衝突した相手のトラックの運転手の計5人が亡くなってしまいました。実は金井さんが乗っていたワゴン車の運転手はまだ大学生であり、なんとこの事故の3ヶ月前に車の免許を取ったばかりだったそうです。この事故の後、なぜそのようなまだ運転に慣れていない人に運転を任せていたのだという声が多く上がりましたが、この日は雨で道路が濡れており、大きくタイヤが滑ってしまったのではないかと言われております。この時、金井さんには誕生したばかりの長女があり、幸せに包まれていただけに、とても悲しい事故になってしまいました。菅原薫さんは映画恋する女たちで俳優デビュー、仁義なき戦いなどで有名な菅原文太さんの息子でもあり、1992年に公開された映画ビッグボスでは親子共演も果たしています。そんな薫さんですが、大河ドラマ利家と松で再び親子共演が決まった矢先の2001年にある事故が原因で薫さんはこの世を去ってしまいます。それは薫さんが世田谷区の小田急線の踏切内に侵入し、電車に跳ねられるというものでした。事故の後すぐに病院へ搬送されましたが、頭や胸を強打しており、残念ながらその翌日に31歳という若さで亡くなってしまいました。なぜ薫さんが踏切内に入ったのかははっきりとは分かっておりませんが、目撃者によると薫さんは携帯電話で話しながら遮断機をまたいでいたそうで、薫さんの様子から酔っ払っているようにも見えたそうです。また警察の調べでは特に遺書なども見つかっておらず、酔っ払っていた薫さんが電話での会話に気を取られており、接近する電車に気づかなかったため事故が起きたと判断されました。この出来事に父親の菅原文太さんは、目撃者がいたなら止めてほしかったと語っており、友人にも何もやる気が起きないし仕事もしたくないと話していたそうです。菅原文太さんは薫さんが俳優デビューをされた時もとても喜んでおり、大河ドラマでの共演も楽しみにしていたそうです。それほど愛していた息子が突然亡くなってしまったら、何もやる気が起きなくなるのも無理はないですね。赤木圭一郎さんは1939年に生まれ、1958年に映画紅の翼にエキストラとして出演し、役者デビューを果たしています。その西洋的な外見や個性的な雰囲気から、これまでにない日本人俳優だと評価され、トニーという愛称で人気を集めることになります。そんな赤木さんですが、デビューから3年後スキーをしている最中に怪我をしてしまったという石原裕次郎さんの代役として、激流に生きる男の主演を務めることになります。しかし、その映画の撮影の休憩中、赤木さんが遊びのつもりで現場に置かれていたゴーカートに乗るのですが、赤木さんは運転を誤り亡くなってしまいます。そのゴーカートは本物のゴーカートであり、興味を持った赤木さんはつい乗ってしまい、運転中にブレーキとアクセルを踏み間違えたようで、時速60キロのスピードで倉庫の鉄の扉に激突。この時、頭を強く打っていたようで、赤木さんの意識はなく、すぐに病院に搬送。その後、意識は戻ったのですが、その6日後に再び意識を失ってしまい、21歳という若さで亡くなってしまいました。これから日本の映画界を担っていくことになったであろう若者が亡くなり、世間に大きな衝撃を与えましたが、同じく24歳という若さでデビュー半年後に自動車事故によって亡くなってしまった、アメリカの伝説的俳優、ジェームス・ディーンのようであったため、和製ジェームス・ディーンだと言われるようにもなりました。また、赤木さんはもともとスポーツカーやオートバイが好きだったようで、たまたま見かけたゴーカートに強く惹かれ、乗ってしまったのではないかと言われております。萩原流れ。
萩原流さんは舞台やドラマを中心に俳優として活躍し、2000年代以降はバラエティ番組などでも活躍していました。そんな萩原さんですが、交通事故によって亡くなってしまいます。事故が起きたのは2015年4月22日。萩原さんが杉並区の道路を大型バイクで走行中、前方を走っていた車が車線変更をした際、萩原さんのバイクにぶつかり転倒。その後、後続の乗用車に萩原さんは轢かれ、左心房が破裂し亡くなってしまいます。しかし、車線変更をしてぶつかってきた車は、後ろを走っている萩原さんのことはしっかりと見えており、ウインカーも出していたそうですが、なんと運転手は譲ってくれるだろうと思ったと供述しており、このような無茶な運転をしたそうです。しかも、なんと驚くべきは、この事故を起こした車両は警察の護送車であり、運転手も警察でありました。そのため、警察側がなかなか過失を認めず、全容が判明するまでに大きく時間がかかりましたが、その後、事故を起こした運転手の警察は自動車運転処罰法違反過失致死の疑いで書類送検されました。この事故の後、萩原さんの妻である真由美さんは警察に対し強い不信感を抱き、納得がいくまで警察に説明を求めたり、弁護士に相談しているそうで、真相の追及を続けていくと語っています。志賀真理子。志賀真理子さんは、どんな問題級テレビに子役として出演し、芸能活動を開始、その後は歌手や役者、声優など幅広く活動していました。しかし、真理子さんは学業を優先させるために、1988年、芸能界を引退。引退後はアメリカに留学し、もともと好きであったジャズを学ぶために、アメリカ・カリフォルニア大学リバーサイド校に通い始めます。そんな真理子さんですが、留学を始めた1989年に、突然起きた事故によって亡くなってしまいます。事故当日、真理子さんは友人ら4人とアリゾナ州を旅行していたのですが、車でフリーウェイを走っている最中、車の前にいきなり動物が飛び出してきたため、運転手がハンドルを切ったところ、車が横転。車から投げ出された真理子さんは全身打撲により、享年19歳という若さで亡くなってしまいました。しかし、この時亡くなったのは真理子さんだけであり、他の友人たちは重軽傷で済みました。気になるのは、真理子さんがシートベルトをしていたかというところですが、当時のアメリカではすでにシートベルトの着用は義務付けられており、他の友人たちが無事であったことを考えると、マリコさんもシートベルトをしていた可能性は高いと言われております。しかし、アメリカと日本のシートベルトのサイズは当然違うので、乗車時にマリコさんのシートベルトのサイズが合っていなかった可能性もあります。タコ八郎。タコ八郎さんは昭和に活躍したプロボクサーであり、日本チャンピオンになったこともあります。またボクサーだけではなく、様々なバラエティ番組にも出演し、幅広く活躍されていましたが、人気絶頂の中、1985年4月に44歳という若さでこの世を去ってしまいます。タコ八郎さんは海水浴中に亡くなってしまったのですが、心臓麻痺が原因だったそうです。事故当日、タコ八郎さんはゴールデン街で朝までお酒を飲み明かしていたらしく、さらに車の中や海水浴場でもお酒を飲み続けていたそうです。その様子を見た監視員は、絶対に海に入らないようにとタコ八郎さんに注意をしたのですが、酔っ払ったタコ八郎さんは海の中に入ってしまいました。100メートルほど泳いだところで海岸に戻ろうとしたのですが、残り20メートルほどで心臓麻痺を起こし、44歳という若さで亡くなってしまいました。この報道は、当時タコ八郎さんがレギュラー出演していた笑っていいともで、タモリさんの口から放送中に全国に伝わったのですが、レギュラーで出演している仲間が亡くなったことを伝えるのは辛かったことでしょうね。また亡くなる前には、久しぶりに真鶴の海に行ってきますと楽しそうに話していたそうで、タコ八郎さんが最後に泳いだ海は、青春時代に何度も泳いだ思い出の場所だったそうです。勝木博美。1936年に生まれた勝木博美さんは、中学卒業後に宝塚歌劇団に入った親友の松島美奈子さんの影響で宝塚音楽学校に入学。1954年に春の踊りで初舞台を迎えます。しかし、その4年後の1958年4月1日、宝塚大劇場で行われた夜の部で歴史上最悪の事故が起きてしまいます。この日、ハートの7を演じていた人が風邪で休演しており、急遽和樹さんが代役としてハートの7役を演じていました。
またこの時ハートの7の恋人であるハートの6を演じていたのは親友である松島美奈子さんでありました。公演は順調に進んでおり、途中勝木さんと松島さんは舞台上からセリに乗り舞台下へと降りていきます。この時松島さんは次の役を演じなければならず早着替えをしなければならなかったため、勝木さんを残しセリが下がりきる前に飛び降り急いで着替え室に走っていきました。するとセリに乗っていた勝木さんがいきなりやめてと叫び出し、声が聞こえたのと同時にバリバリという何かが飛び散る音が聞こえたそうです。松島さんは驚いて勝木さんの方へと振り返ると、衣装ドレスがセリのシャフト部分に絡みつき宙吊り状態で回っている無表情の勝木さんの姿がありました。何が起きたのかと言いますと、勝木さんはこの時円形のスカートの衣装を着ており、その衣装の一部がセリのシャフトに巻き込まれるとそのまま彼女の胴を締め付け、勝木さんの体は真っ二つになっていたのです。しかしこの時松島さんは急いでいたということもあり、勝木さんが亡くなっているということを認識できていなかったそうで、そのまま着替えに走っていったそうです。その後勝木さんが亡くなったことを聞かされた松島さんは、私やればよかったと叫び暴れ出し、ショックのあまりこの時の記憶はなくなったそうです。今日公式の宝塚歌劇団史上ではこの事故は抹消されていますが、この事故の後宝塚音楽学校の校庭に慰霊碑が建立され、勝木さんが亡くなった4月1日には毎年献花が行われていたそうです。向田邦子。向田邦子さんは脚本家、小説家として活躍されていました。1929年に生まれた邦子さんはオンドリ社に入社、映画ストーリー編集部に配属され映画雑誌編集者を務めます。同時に脚本も学び始め、シナリオライターを目指すと脚本家、エッセイスト、小説家として活躍し、時間ですよ、アシュラのごとくなど人気作品を数多く送り出しました。そのような活躍から1970年代には倉本聰さん、山田太一さんと並んでシナリオライター御三家と呼ばれるようになります。そんな邦子さんですが、1981年8月22日、51歳という若さで突然この世を去ってしまいます。当時、邦子さんはよく海外旅行に行っており、この日は初めての台湾旅行をしに、カオシュン空港へと向かうファーイースタン航空103便に乗っていました。しかし、離陸から16分後、台北からおよそ西南150キロの火焔山、標高601メートルの山中に航空機は墜落、邦子さんを含む乗員乗客110名全員が亡くなり、台湾の航空事故としては犠牲者が最も多い大惨事となりました。事故現場は台湾の三義駅という場所から徒歩1時間ほどのところであり、目撃者によると機体が爆発すると同時に真っ二つとなり、空中に投げ出された乗客らで空が一瞬真っ暗になったといいます。また邦子さんは海外旅行は好きでしたが、実は飛行機は嫌いだったようで、事故が起きた3ヶ月前81年5月に出版された飛行機というエッセイでは、私は今でも離着陸の時は平静ではいられないと書かれていたそうです。そのわずか3ヶ月後に虚しくも飛行機事故によって命を落としたため、何か虫の知らせを感じていたのかもしれませんね。佐田啓二。佐田啓二さんは1926年生まれの俳優で、同じく俳優である中井貴一さんの父親でもあります。佐田さんは1947年に木下圭介監督の映画不死鳥でいきなり当時の大スターであった田中絹代さんの相手役に抜擢され、当時田中さんとのラブシーンは大きな話題となり、一気にスターの仲間入りを果たします。その後も金のなる丘や君の名はなどに出演し、トップスターの地位を確立していきます。1957年には10年交際していた彼女と結婚し、2人の子供にも恵まれました。しかし結婚から7年後の1964年8月、佐田さんは交通事故によってこの世を去ってしまいます。当時佐田さんは8月13日から夏休みを兼ねて家族と一緒に長野県の蓼科高原にある別荘に訪れていました。8月17日、佐田さんは家族を別荘に残し、 NHK ドラマ虹の設計の収録に参加するため朝早くに車で東京へ向かっていたのですが、その車に乗っていたのは佐田さんと運
転手、新聞記者である義理の弟、そしてその弟の同僚の計4人でありました。途中運転手は左カーブで前の車を追い越したのですが、その瞬間車は横滑りを起こし、佐田さんの乗っていた右側から橋の柱に激突、さらにその直後追い抜いた車にも衝突されるという大事故が起こりました。近くにいた人たちが駆けつけると、大破した車の中でぐったりとしている佐田さんを発見、すぐに病院へ運ばれましたが、頭の骨を折っており、37歳という若さで亡くなってしまいました。佐田さんは普段から車に乗る際、一番安全だと言われている後部座席の右側に座っていたのですが、この日は運が悪いことに右側から柱に衝突し、他の乗客も顔や肩の骨を折るなどの重傷を負ってはいましたが、佐田さんだけが亡くなるという結末を迎えました。またこの事故が起きた本当の原因は運転手の居眠り運転であったようですが、その後息子の中井貴一さんは佐田さんの妻にどうして事故が起き佐田さんが亡くなったのかを聞いても、運命だったとしか答えなかったそうですが、これは息子の貴一さんに人を恨むということを植え付けたくなかったという思いがあり、このような返答をしていたそうです。塩沢かねと。塩沢かねとさんは声優として活躍し、クレヨンしんちゃんのブリブリザエモンや北斗の拳のレイなどの声を担当していました。しかしもともとは小さい頃から役者に憧れており、芸術大学の演劇科で芝居を習っていましたが中退。その後は喫茶店でアルバイトをしていましたが、このままではいけない、どうせなら好きなことをやろうと思い、専門学校の放送声優科に入学し、声優の道へと進んでいきます。20歳で洋画の吹き替えを担当し、声優デビュー。そこから仕事も少しずつ増え、人気アニメの声を担当していくことになります。そんな塩沢さんですが、2000年5月9日、ある事故が原因でこの世を去ってしまいます。それは自宅の階段から転落したことが原因でありました。塩沢さんはこの日の夕方4時頃に誤って自宅の階段から転落してしまうのですが、転落直後は意外と平気であり、そのまま仕事にも行ったそうです。しかしその日の午後10時頃になると容態が急変、塩沢さんは意識を失い病院に運ばれましたが、深夜0時54分、46歳という若さでこの世を去りました。原因は頭を強く打ったことによる脳挫傷でした。転落直後は特に傷などもなく病院にも行かなかったそうですが、実は脳には強いダメージがあったようです。塩沢さんは当時アニメの声優だけではなくゲームの声優も務めることも増え、多忙な日々を過ごしていたようです。そのような日々の疲れからこのような転落事故を起こしてしまったのかもしれませんが、様々な作品に携わっていただけに世間に大きな衝撃を与えることになりました。高橋義明。高橋義明さんは1972年に生まれ、84年に子役として芸能界デビュー、85年にテレビドラマうちの子に限って2で人気を博し、87年にはお呼びでないやつでドラマ初主演を務めました。また同年にはアイドル歌手としてもデビューし、幅広く活躍されていました。そんな高橋さんですが、交通事故によって16歳という若さで亡くなってしまいます。事故が起きたのは1989年1月5日の夜、この日仕事を終えた高橋さんは借りていたビデオを返しにバイクでレンタルビデオ店に向かっていました。しかしカーブを曲がった先に道路を横断している女子中学生に気づかず接触、さらにバランスを崩した高橋さんは停車中だった車に衝突しました。意識を失った高橋さんはすぐに病院に運ばれ、治療を受けると重症頭部外傷で全治3ヶ月だと診断、命に別状はないと言い渡されました。それから4日後の1月9日には意識が戻り、会話もできるほどに回復。しかし22日に体調が急変し、23日の明け方に突然高橋さんは亡くなってしまいました。その後亡くなった原因は小脳くも膜下出血であると公表され、司法解剖の結果判明したそうです。このようなことから交通事故というよりも医療事故によって亡くなってしまったのではないかと騒動にまでなりましたが、実はバイクに乗っていた高橋さんはバイクの免許ではなく原付の免許しか持っておらず、乗っていたバイクも父親の所有物であったようです。ちなみに高橋さんが引いてしまった女子中学生は足の骨折だけで済み、命に別状はなかったそうですが、高橋さんの命も助かるだろうと思われていただけに、とても残念な結果になってしまいました。奥大輔。
奥大輔さんは元プロサッカー選手であり、日本代表としても活躍されていました。1976年に生まれた大輔さんは、小学3年生の時にサッカーを始め、高等学校サッカー選手権大会ではベスト8を経験、大会優秀選手にも選出されました。高校卒業後はジュビロ磐田に加入し、1998年から2004年の間は日本代表にも選ばれ活躍していました。そんな大輔さんは2007年に現役を引退したのですが、その7年後、2014年10月17日、38歳の若さで突然この世を去ってしまいます。この日、大輔さんは沖縄県宮古島の道路を走っていたのですが、見通しのいい緩やかな左カーブで対向車線にはみ出し、電柱に衝突、大破して止まっている車を通行人が発見し、中には意識を失っている大輔さんがいました。すぐに病院に運ばれましたが、骨盤を折るなど全身を強く打っており、約1時間半後に大輔さんは38歳という若さでこの世を去りました。当時大輔さんは高級リゾートホテルで調理補助のアルバイトをしており、朝食を用意する仕事で午前5時から午後2時までの勤務、約7キロ離れた自宅から車で通勤しており、事故が起きた時間を考えると出勤途中であったと推測されました。また大輔さんは以前、元妻の佐伯日奈子さんへの DV で逮捕されていたことがありましたが、事故当時は調理補助のアルバイトで修行をしながら飲食店を開く夢を持っていたようで、再起を図る最中でありました。そのような前を向き始めていた状態からこのような事故が起きたことはとても悲しいことでありますね。臼井義人。臼井義人さんは漫画家であり、国民的漫画クレヨンしんちゃんの作者であります。臼井さんは1958年に静岡県で生まれ、クレヨンしんちゃんの舞台でもある埼玉県春日部市で育ちます。77年にはスーパーマーケットのポップ広告作成の仕事をしながら漫画家デビューを果たすと、92年にクレヨンしんちゃんがアニメ化、社会現象を起こすほどの人気を集め、国民的アニメとなっていきます。そんな臼井さんですが、2009年9月11日、51歳という若さで突然この世を去ってしまいます。臼井さんは登山が趣味であり、この日群馬にある荒船山に日帰りで山登りをしに行くと家族に告げ、一人で出かけたそうです。しかし臼井さんは帰ってくることはなく、連絡もつかないため、臼井さんの家族は捜索願いを出し、一時は失踪事件ではないかとも報道される騒ぎになりました。その後19日に荒船山の崖下約120メートルの地点に落下して亡くなっている臼井さんを発見。臼井さんの遺体は衣服がボロボロで顔が判別できないほどに潰れていましたが、ご家族はすぐに臼井さんだと分かったそうです。転落した原因はどうやら臼井さんは崖下を覗き込むようにして写真を撮っており、誤って転落してしまったようです。また一時は自らの意思で亡くなったのではないかとも言われておりましたが、特に遺書などは見つからなかったため事故であると判断されました。この突然の出来事にクレヨンしんちゃんの連載はどうなるのかと言われておりましたが、臼井さんと長年チームを組んでいたスタッフによって連載の続行が決まりました。臼井さんが描くクレヨンしんちゃんはもう見れないですが、臼井さんの意思はしっかりとスタッフさんたちに受け継がれていますね。菅勘太郎。菅勘太郎さんは昭和を代表する俳優で、菅勘の愛称で親しまれてきました。1934年に生まれた菅さんは、高校卒業後、中央大学に進学しますが、中退し、57年に俳優座養成所に入所、60年には、セチュアンの前任で初舞台を迎えます。劇団在籍中から様々なドラマや映画にも出演し、独特のオーバーリアクションと異常性を込めた表情の演技で、主に悪役として人気を集めることになります。そんな菅さんですが、1994年3月16日に突然の交通事故によってこの世を去ってしまいます。この日の深夜、菅さんはいつも通り自宅への帰り道を歩いていたのですが、自宅前の横断歩道で猛スピードで走ってきたバイクと接触。菅さんは頭部を強打し、脳挫傷と診断。事故から6日後の3月22日にこの世を去りました。
しかしこの事故についての情報はほとんど公開されておらず、事故を起こしたバイクの運転手についても公表はされていません。また菅さんは当時59歳であり、暴れん坊将軍や銭形平次にも出演し活躍されていた時でありました。菅さんの高い演技力でまだまだご活躍が期待されていただけに、世間に大きなショックを与えることになりました。青木敦さんはプロレスラーであり、元自衛官という経歴も持っています。1977年に生まれ、99年には全国社会人オープンレスリング選手権大会69キロ級で優勝。2005年12月24日にはプロレスラーとしてデビューします。その後も長きにわたりプロレスラーとして活躍されますが、2019年6月3日突然の交通事故によりこの世を去ってしまいます。青木さんはこの日、インターネット番組に出演するためにバイクで首都高速道路を走行中、千代田トンネルの出口付近に差し掛かったところで何らかの原因でトンネルの壁に衝突。付近を走行していた車の運転手が倒れている青木さんを発見し、すぐに病院に運ばれましたが、22時40分頃、41歳という若さでこの世を去りました。事故が起きた現場では右カーブでトンネル内の道路左側に衝突した跡が残っており、他の車両と衝突したような跡や落下物などはなく、単独事故と判断されました。青木さんは当時世界ジュニアヘビー級初防衛戦を控えており、大一番を迎える直前の訃報であったため、多くのプロレスファンにショックを与えました。坂本九さんは1941年生まれの歌手であり、もともとは題名のない歌だけどという曲でバンドの一員としてデビューし、その後ソロ歌手に転向。上を向いて歩こうや見上げてごらん夜の星をなどの名曲を世に送り出し、世界中の人にまで知られるほどの昭和の大スターとなりました。また歌手のみならず司会業などもこなし、幅広い分野で活躍されていた坂本さんですが、1985年8月12日、衝撃的な事故によってこの世を去ってしまいます。当時の坂本さんはレコードレーベルを移籍し、再び歌手活動を本格化させていこうという時でありました。そして8月12日、坂本さんは日本航空123便に乗り仕事場に向かうのですが、坂本さんが乗っていた機体は離陸後12分ほどで操縦不能に陥り、32分の迷走の末、群馬県上野村の御巣鷹山に墜落しました。当然この事故で坂本さんは43歳という若さで亡くなり、世間に衝撃を与えることになります。またこの日は夏休み真っ只中のお盆入りの直前で、飛行機は満員で荒れました。そのため524人中520人が亡くなるという単独機の航空事故としては世界最多の犠牲者を出した史上最悪な事故となりました。事故が起きた原因ですが、乗っていた機体は1万6000時間にわたる飛行を行っており、ボーイング社で修理が行われたばかりでありました。しかしその整備は完璧なものではなく、事故後機体の整備を行った整備士たちは書類送検されたようです。また坂本さんの妻である柏木由紀子さんは事故前日から坂本さんにいつもと違う様子を感じていたそうで、我が子のことをずっと抱きしめながら目をつむっていたり、事故当日の朝には今日は雲が早いから飛行機に乗りたくないんだよねと言っていたそうで、坂本さんはこの時から虫の知らせを感じていたのかもしれません。事故後墜落現場である御巣鷹山には慰霊碑が建てられており、残された坂本さんのご家族は今でも8月12日になると慰霊登山に参加しているそうです。辻正達。プロボクサーとして活躍されていた辻正達さんは1978年に生まれ、高校時代はインターハイベスト8、大学では国体ライトフライ級準優勝を果たし、その後プロデビュー。僅差の判定勝ちが多かったのですが、後の世界チャンピオンでもある八重樫東さんに勝ったこともありました。そんな辻さんですが、2009年3月21日に行われた試合が原因で突然この世を去ってしまいます。この日はチャンピオンカーニバルで行われた日本ミニマム級王座決定戦であり、辻さんの対戦相手は金光雄二さんでありました。試合開始のゴングが鳴ると、ダウン経験のない両選手は激しい打ち合いとなり、金光さんの怒涛の攻撃に辻さんは思わずダウン。
そのままカウントアウトされ KO 負けとなりました。しかし勝敗が決し試合が終わったにもかかわらず、辻さんは一向に起き上がることはありませんでした。この時辻さんは意識を失っており、すぐに病院に運ばれると急性硬膜下血腫と診断、緊急手術が行われましたが、残念ながら辻さんの意識は戻ることはなく、試合から3日後にこの世を去ってしまいました。しかしそれだけではなく、辻さんの対戦相手であった金光さんもこの試合後硬膜下血腫を診断されており、命に別状はありませんでしたが引退を余儀なくされました。まさかこの試合が原因で2人のボクシング人生が終わることになるとは当時は思いもよらなかったでしょうね。加藤大二郎。1976年に生まれた加藤大二郎さんは、3歳の時にポケットバイクをプレゼントされたことがきっかけで、5歳の時にポケットバイクのレースに初出場、自宅近くのサーキットに通うようになり、11歳の時にミニバイクレースにステップアップ、16歳でバイクの免許とロードレースライセンスを取得すると、チームコウタケに加入し、ロードレーサーとして活躍していきます。そんな加藤さんは2003年4月6日に行われたレースの事故で突然この世を去ってしまいます。この日は日本グランプリ決勝であり、加藤さんにとって初優勝をかけたレースでありました。レース開始時、加藤さんはまずまずのスタートを切り、4位争いの集団についていましたが、3周目になると突然加藤さんの乗っていたマシンが左右に大きく揺れ、コントロールを失い、そのわずか2秒後加藤さんは試験員のスポンジバリアに激突しました。意識を失った加藤さんはヘリコプターで病院に搬送され、意識不明の状態が2週間続きましたが、そのまま意識を取り戻すことはなく、脳幹梗塞で26歳という若さで亡くなってしまいました。事故の調査の結果、車両に異常はなかったそうですが、ライダーの車両操作、サーキットのレイアウト変更、バリアの設置方法の不備が原因だと判断されました。その後加藤さんのお別れの会が行われ、9000人のファンが献花に訪れたそうです。三沢光晴。1962年に生まれた三沢光晴さんは、81年に全日本プロレスにてデビュー、2代目タイガーマスクとして活躍し、試合では得意技であるエルボーやスープレックスで会場を盛り上げ続けてきました。そんな三沢さんですが、2009年6月13日に行われた試合で突然亡くなってしまうことになります。この日は広島県立総合体育館で行われた三沢さんと斉藤明俊さんの試合であり、2300人の観客の熱気で盛り上がっていました。試合開始から30分後、斉藤さんが三沢さんにバックドロップをお見舞いしたのですが、受け身の天才とも呼ばれている三沢さんは倒れたまま動かなくなってしまいました。この時三沢さんは小さく、ダメだ動けねえと言い、意識を失うとすぐに心臓マッサージが行われ、会場は騒然となり、斉藤さんも彼が目を覚ますのを祈り続けました。その後病院に運ばれ救命処置が行われましたが、そのまま目を覚ますことはなく、46歳という若さで亡くなりました。死因は頸髄離断であり、バックドロップをした時ほぼ直角に頭から落ちた三沢さんは打ちどころが悪く、うまく受け身を取れていなかったようです。その後試合相手であった斉藤さんは、自分が亡くなってお詫びするか、引退してリングから去るか、試合に出るか、この3択しかないと語りました。その後命を絶ったり引退するのは逃げになると考えた斉藤さんは、試合に出続けるという決断をされました。プラムマリコ。プラムマリコさんは1967年に生まれたプロレスラーであり、86年にジャパン女子プロレスの第1期生として入門、同年8月17日に後楽園ホールの試合でデビューを果たします。プラムさんは技術が高いレスラーとして知られていましたが、試合中に負傷することが多く、欠場することも多かったそうです。そんなプラムさんは1997年8月15日、広島市のアステールプラザでタッグマッチを行っていたのですが、尾崎真由美選手のライガーボムを受けると勢いがつきすぎていたのか、プラムさんは技を受けた直後に意識を失ってしまいました。病院に運ばれ手術をし、一時は容態は安定しましたが、その翌日に体調が急変し、
急性くも膜下出血と脳挫傷により29歳という若さで亡くなってしまいました。しかし本来ライガーボムという技は後頭部を打ちつける技ではなく、それほど危険な技ではないそうなのですが、怪我を繰り返していたプラムさんはコンディション不良ということもあり、受け身をうまく取れずこのような事態になったのではないかと言われております。またこの事故は日本の女子プロレスの中では初めての試合中の死亡事故となってしまうことにもなりました。岡純一郎。1968年に生まれた岡純一郎さんは高校を中退後騎馬学校に入学し、88年には騎手としてデビュー。同年には44勝という記録を上げ、JRA 賞最優秀新人賞を獲得しました。また、91年のエリザベス女王杯では、リンデン・リリーに騎乗し、初の G1 制覇を成し遂げます。そんな順調だった岡さんは、衝撃的な事故によってこの世を去ってしまいます。事故が起きたのは1993年1月30日。この日、岡さんは京都競馬場の第7レーンを走っていたのですが、騎乗していた小木ジーニアスが第4コーナーあたりで突然故障が発生し転倒。岡さんも馬から投げ出され落馬すると、後ろから時速70キロで走ってきた別の馬に、岡さんは頭を蹴られてしまいました。岡さんは意識不明の重体であり、さらに肺炎まで併発し、2月16日、岡さんは24歳という若さでそのまま息を引き取りました。当時は武豊さんのライバルになるであろうと言われた若手騎手が亡くなったことにより、世間に大きなショックを与えました。今でも彼が亡くなったことを惜しむファンは多く、当時の岡さんの活躍を振り返る写真展なども開催されているようです。宮崎つどい。宮崎つどいさんは大学時代からトライアスロンをはじめ、2019年には日本アンダー23トライアスロン選手権で優勝、2024年のパリオリンピック、2028年のロサンゼルスオリンピックでのメダルも期待されている選手でありました。そんな宮崎さんですが、フランスでの強化合宿の練習中に思わぬ事故によって亡くなってしまいます。事故があったのは2022年7月27日。この日はフランスのオルレアンの公道でバイクの練習をしていたのですが、宮崎さんは対向車と接触、そのまま25歳という若さで亡くなってしまいました。この事故の詳しい状況は分かっておりませんが、この日は雨天や夜などの練習ではないため、イージーライドと呼ばれる負荷の軽い練習だったそうですが、将来を期待されていただけに、とても悲しい結末となってしまいました。木村拓也。1972年に生まれた木村拓也さんは、野球選手として捕手を務め、90年には日本ハムファイターズに入団。しかし、捕手としての出場機会に恵まれなかった木村さんは外野手に転向。94年には広島東洋カープに移籍し、代打の切り札という立ち位置になっていた木村さんはスーパーサブとして活躍しました。2009年には現役を引退し、その後は巨人のコーチとして活躍されていましたが、2010年4月2日、木村さんは試合前の練習中、突然この世を去ってしまいます。この日、巨人は広島東洋カープとの試合を控えており、その数時間前に木村さんはコーチとして本塁付近でシートノックをしていたのですが、突然意識を失い倒れてしまいます。すぐにその場で関係者やチームの選手たちによって AED で蘇生処置を受けた後、病院に緊急搬送。検査の結果、くも膜下出血だと診断されました。またこの時点ではすでにレベル5という最悪な状況だったそうで、木村さんの意識は戻ることなく37歳という若さで亡くなってしまいました。木村さんはこの日の前からひどい頭痛に見舞われて2時間ぐらいしか眠れなかった、食べる量は変わらないのに痩せたなどと話していたようで、すでに症状が出始めていたようです。この日の広島東洋カープとの試合は予定通り行われ、試合前には黙祷が捧げられると、巨人は見事7対3で勝利。天国へと旅立った木村コーチに白星を捧げることができました。小川仁志。1956年に生まれた小川仁志さんは、79年に行われた鈴鹿シルバーカップ FL500 でレースデビュー。82年には試合中にコースアウトし、マシンが大破。体にも怪我を負う事故を起こしていますが、
復帰後は予選上位の常連となり、順調に活躍されていました。しかし、1992年5月24日に行われたレースで、小川さんは突然この世を去ってしまいます。この日は鈴鹿サーキットで行われた全日本 F3000 選手権に小川さんは出場していました。レース開始から27周目、小川さんはアンドリュー・ギルバート・スコット選手と4位争いをしており、スコット選手を追い抜こうとした瞬間、2台は接触。その際、コントロールを失った小川さんは減速できぬまま、コースサイドのタイヤバリアを飛び越え、支柱に真正面から激突しました。乗っていたマシンは大破し、小川さんは首と右足に深刻なダメージを負い、すぐに病院に運ばれましたが、事故から約2時間半後、小川さんは脳幹損傷により36歳という若さでこの世を去りました。小川さんは過去には選手権を制覇しており、まだまだご活躍が期待されていただけに、多くのファンにショックを与えることになりました。久慈次郎。1898年に生まれた久慈次郎さんは、野球選手の捕手として活躍し、早稲田大学に在学中からまだプロ入りしていないにもかかわらず、捕手の神様と呼ばれるほどに評されていました。大学卒業後は函館水田で働きながら函館太陽クラブでプレーをし、34年にはアメリカ選抜チームと対戦するために結成された全日本チームに選抜されました。そして同年には日本初のプロ野球チーム、後の読売ジャイアンツの一員として活躍することになります。そんな次郎さんですが、1939年8月19日試合中の事故で突然この世を去ってしまいます。この日は札幌市の球場にて札幌クラブと試合をしていたのですが、1対2でリードされて迎えた7回、フォアボールで一塁に歩く際、ホームベース上で次の打者に指示を与えようと、久慈さんが振り向いた瞬間、相手チームのキャッチャーが二塁へ投げた牽制球が久慈さんの右こめかみに直撃。そのまま久慈さんはホームベース上で倒れ、全く動かなくなってしまいました。すぐに病院に運ばれましたが、2日後に頭蓋骨破損による脳出血で、享年40歳という若さで亡くなってしまいました。その後、久慈さんの葬儀の参列者は1000人を超え、棺を乗せた列車が札幌から函館に向かう際、各停車駅に停まるたびに彼のファンが詰めかけ、多くの人が久慈さんのことを見送りに来たそうです。いかがだったでしょうか。今回は恐ろしすぎる事故で亡くなった芸能人、有名人を28名紹介しました。この動画がいいと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。